ウッキチは、中国五館末期の同志、助手老屋軍の出身、三国志五所、孫作伝中の公表伝、心林、芝谷送信記に記述がある。公表伝によると、先祖以来、東方に偶教し、呉れを行き来して、少者を立て、公を立き同教経典を、小読みし、不や神聖な水を用いて、病気の治療を行っていた。 クレの人々には彼を信仰する者が多かった。孫作がクレ軍の縄文の牢場で武将や品格たちと宴会を開いている時、宇吉は清掃し漆で絵が描かれた小さな箱を地に引きずりながらその門の下を小走りに通り過ぎようとした。武将や品格の3分の2を超える者が牢を降りて宇吉を出迎え拝礼し、宴会係の役人が大えをあげて、 禁じようとするが、それでも止めさせられない。孫作は直ちに命令を出して、宇地を捕らえた。宇吉を信仰する者たちは皆才女たちを、孫作の母親のもとにやって、彼の除名を嘆願したが、孫作は許さず、宇地を切り捨て市場に首を掲げた。宇吉を崇拝する多くの者たちは、それでも彼が死んだと思わず、屍返したのだと言って、彼を祀って、 福を求めることをやめなかった。志林によると、巡定の時代、薬草を取りに山に入ったところ、極微の水辺で白い絹に、種の刑を引いた新章、太平気吉良道百余感を手に入れたとされる。志林の著者愚器は、浮吉はすでに百歳近く、このような高齢者に対して、敬意を表し、慈しむのが名君たる者の異性の要定である。 ましてやその罪は死罪たるものではない。明らかに孫作の過ちであり、不名誉なものである。としている。送信機によると、孫作は長江を渡って巨頭襲撃しようと企てた時、宇吉を随行させていた。しかし干ばつによってどこも乾ききっていたため速やかに船を進められない。その上兵士たちは宇吉のところに集まって働こうとしない。 孫作は自分が浮吉に及ばないというのかと激怒し、すぐさま浮吉を逮捕させた。孫作は浮吉に雨を降らせてみよ。降らせることができたら命を助けてやると言って浮吉に祈祷を行わせた。にわかに運気が立ち上り、真昼になる頃には大雨が一斉に降り、谷間に満ち溢れた。武将たちはこれで浮吉が助けられると安心したが、孫作は ウキチを殺してしまった。少子は悲しみ、遺体を人目につかないところに安置したが、不思議なことに、翌朝、遺体はなくなっていた。ウキチが死んで、以後、孫作はよく、ウキチの幻影を見るようになる。心中ひどく、それを憎らしく思い、すこぶる蒸気を逸していた。後に、傷が治りかけたとき、 孫作が自分の顔を見ようと鏡を覗くと死んだはずの宇吉の姿が見える。しかし、後ろを振り返っても誰もいない。そこで孫作が鏡を床に投げつけて絶叫すると体中の傷口が裂けて絶命したという。小説、三国支援儀では孫作が今日密ぐから受けた怪我の療養中、炎症の元から死者として訪れた陳心をもてなすために クレグンの縄文の牢状で武将や品格たちと宴会を開いている時に登場する。全体としては公表伝と送信機の記事を元にしている。ありがとうございます。